世界最先端グルメ雑穀料理対談、食卓からの私革新、そして日本再生、未来食を提案して40年の大谷由美子です。今日も先週に引き続き、一般社団法人ジャパンズビーガンつぶつぶの代表理事伊藤信子さんに来ていただきました。信子さん、よろしく。今日もよろしくお願いします。はい、今日はね、もういよいよこの雑穀ね、あの第1号を見せて、せっかくなのでね、あのジャパンズビーガンがこう発行している機関誌の表紙メニューということで、その中の第1号だよね、これ。そうなんです。2019年の、まあ、夏号ですね、最初に発行した時の表紙メニューがまさにこの高きびキーマカレーだったんです。そうそう、これってね、こうこれもご飯、これもご飯っていう感じで、その皆さん、これ高きびという雑穀でできてる、だってここ雑穀グルメの話なので。そしてご飯はもちきびの入ったこうね、あの渋月の昔白米もちきびご飯っていうのに、こう高きびで、これをキーマカレーね、あそこにキーマカレーって呼んでるんで、キーマってね、あのインドのある地方の言葉でひき肉って意味なんですね。ひき肉カレーっていうので、南の方ではそんなに肉食べないので、本当に北の方のそういうキーマカレーっていうのがあって、で日本人は割と好きなので、でもキーマカレーをこう肉なしで作れたら面白いんじゃないと思ってる頃に、なんと雑穀の中にはもういろいろあるんだけど、ひき肉のように役割を演じてくれて、でもご飯のように美味しいという、そういうのがあるってことで、今日は皆さんに紹介するのはこれです、ね、なんかお米粒くらいですよね。これ中国ではコーリャンって言ってたりとか、アメリカではあのソルガムとかって呼んで、英語でソルガムというものなんだけど、すんごいこういろんな意味で茎も使える、何も使える、本当に素晴らしいこうものなんですね。でなので、このビーガンっていうのをね、日本、先週 お話したこうビーガンやるなら日本型のビーガンをやってほしい、でそしてそのためには日本人のソウルフードであり、こう主食作物だった穀物、その中でも雑穀をこう食べてほしい、その時になんか肉やめてご飯だけ食べようみたいな無理だと思ったので、そしていろいろやってるうちに、え、実はね、これ高きび炊くと、なんと炊いた途端にもうひき肉色なのね。でもご飯なんだけど、炊いたのが、ああ当たった。見て見て、皆さん見て、全くね、本当にこうひき肉入りでね、こうこんな感じで、もでもこれって、あのいつも思うんだけど、本当に美味しいおこわっていうのかな、ちょっと色のついた、ちょっと食べてみようか、久々に木で食べると、このまま美味しいよね。うん、美味しいです、もちもちしてて。そう、これね、もち米なの。でこのもち米の高きびをと、うん、歯ごたえがちょっとあって、でも本当に美味しい、このままなんかおこわって感じよね。うん、そう、なんかすごい香ばしい香りもして、うんうんうん、でも私本当に食いしん坊で、初期の頃に、そんなこと言っても、いくら日本の人は肉食べてこなかったとかね、そんなこと言われても、じゃあ一体何食べればいいんだと思った時に雑穀に出会って、で雑穀の料理やってるうちに、あれ、これってこれでひき肉できんじゃないみたいな感じで、とってでやってみたら、本当にね、ハンバーグでもミートソースでも何でもできる中で、この今日は自慢ので、それで一番最初に、これお肉じゃないのっていうテーマでね、なんか特別に加工したこのなんていうか、肉もどき、加工した肉もどき食品とか、うん、そのチーズもどき食品とかを食べるんじゃなくて、この高きび、こういうそのまんま、もうご飯なのになんかひき肉の役をしてくれる、こういう第一直行、途中に余計な加工が入っていない第一直行の材料を食べるっていいなっていうので、食べてみようか。はい。あ、そしてもう一つ、お肉の代わりになるので、今度卵がいいでしょ、この黄色いきび、これもちきびっていうんだけど、卵代わりになる、今日はこのもちきびがご飯に入っていて、だから卵を食べたような波動と美味しさがあって、さらにひき肉食べたらすっごいコクのある満足感がある、こう完全ビーガン の, あのキーマカレー、ちょっと私たちばっかり食べてごめんなさいって感じだけど、食べましょう。はい、いただきます。これはごぼう
が入ってるんですかね。そう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 、ね、あのね、うん、やっぱり私たちある時私本当にどっちかっていうと美味しさデザイナーなのね、うん、でその時にあの美味しさって食感が一番大事 で、うん、で残念ながらねちょっとこう高き火だけはいいんだけどなんかこの野菜の個性とハモらせようということでちょっとこうね日本人だけしか食べないというこのごぼうをですね混ぜることでなんか独特の美味しいなんかねすごい弾力がね高くみの弾力とごぼうのこのが合わさってもう私本当に料理の 食卓デザイナーっていうかもう一番はね美味しい日本の大地が生む食材と日本の伝統の調味料だけでもう今まで世界が誰も食べたことのない新しいグルメ料理を作るっていうのが私の役で、うん、もうあの、まあ、自分が好きだからどん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 やってたらねなんと何千ものレシピができて実はねあの何十冊もの本をこう出しているんですよ。で自分でもどれが出るか忘れちゃうくらいみんなに新しい本出す料理本出すって言うともう一生かかっても作りきれないのでもう出さないでくださいって本当にレシピ出している中でもね、あ前回言ったねこう信子さんがもう思っていたなんかこうね西洋からビーガンって言葉が流行るのはいいんだけどもそれに伴ってなんか日本人の心やこう味覚や、ね、生理に合わない食事をみんながしてかえって体壊すようなことをなんとかこう波打ち際でじゃないけどとどめたいと思って決心してこう、ね、やりたいということで、うん、あじゃあこう応援しお互い協力し合いながらやりましょうということでこのやってきたのがジャパンズビーガンなんですよね。でそう、それでね、ある時一緒にやったのがですね、高き火が地球を救うっていう特集をしてですね、もうみんながね、あ、だから、そうそう、それでね、ぜひ見て、あの、JBAT がやっている、制作しているトップページにある動画があるの。それ、ぜひちょっと見てもらえる？地球一つでみんなが食に困らない世界にするために、ビーガンご飯の日プロジェクト。今、地球では食べ物に困っている人たちもいます。世界中の人々が日本人のような暮らしをすると、地球が約3個必要になると言われています。でも、実際には1つしかありません。では、どうしたら地球1つで暮らしていけるのでしょうか。本来私たち人間は穀物と野菜で十分に栄養が取れることをご存知でしょうか。世界の穀物の総生産量は 27.3 億トンあると言われています。私たち人間は年間に1人当たり約180キロの穀物があれば十分に暮らしていけることが分かっています。世界の穀物生産量 27.3 億トンを世界の人口76億人で割ると1人当たり 359kg の穀物があります。この量は必要量の約2倍です。この穀物が世界中の人々に行き渡れば十分に食料は足ります。ではどうして飢餓はなくならないのでしょうか。実は世界中で生産されている穀物の多くが家畜の飼料として消費されています。なんと1頭の牛を育てるのに2トン以上の穀物が必要です。1頭の牛から食用になる肉はたったの200から 300kg です。つまり肉食をすることで食べ物が10分の1になってしまうのです。これが地球が3個必要と言われている理由です。私たちが穀物と野菜を中心にした食生活をすることで世界の人口が90億人を超えても地球一つで豊かに暮らすことができるのです。そのための第一歩としてビーガンご飯の日をスタートしました。毎月22日はビーガンご飯の日を合言葉にアクションを行っています。あなたの一食が持続可能な豊かな未来につながります。
まずは月に一度からヴィーガンご飯の日を始めてみませんか？詳しくはこちら。ね、動画いかがでしたでしょうか？私たちのね、こう食と環境がこんな風にもねつながっているってことがとても分かりやすくね伝わったんじゃないかなって思います。それで私たちは まず月1回からできることをやってみようということで、毎月22日をねヴィーガンご飯の日ということで、全国の料理教室でオープンデーっていうね、食べて体験できる機会などを作っています。そうそう、だからオープンデーに来なくても、あの自宅でね、22日だから今日だけはなんかビーガンしてみようとか、今日だけは雑穀食べてみようっていうようなことでできる、あるいはそんなレストランに行ってみようみたいな、みんながこうね、粒の日っていうね、粒粒なんでね、あの22日を粒の日っていうことで、ちょっと3月はねちょっとイレギュラーで別の順序で20日なんだけども、この3月20日4月20日5月22日と毎月毎月やっていくのは粒粒粒粒22の日っていうことで、粒粒の日ってことで、この可愛い粒粒ってエネルギーのある粒粒食べようってことでやってるんですけど、そのね、そういう中で実はこの雑穀、これキーマカレーなんだけど、その最初にタカキビをこう肉にしよう、っていうか肉にしようっていうか、タカキビの個性でひき肉料理とかハンバーグとかをいっぱい作ろうと思ったのは、この、ね、動画に書かれてるように、うん、そうそう、その、ね、食、みんなが肉を、タカキビが地球を救うですね、そうそう、タカキビが地球を救うという、この今度ね、先週も言ったアースデーに出展する今年のテーマは、ずっとやりたかった高木部屋地球を救う、要するにみんなが肉の代わりに畑直通のその加工もしていないこの高木部を使ってミートソース作ったり、こうキーマカレー作ったり、こうしてハンバーグ作ったりして食べると食量が10倍に増えるっていうようなこととか、そういうことをみんなに知ってもらって、なんか自分が健康になる、なるとのと一緒に地球も健康になるってことで、実はあの信子さんね、本当にこうこの料理をこう楽しみ、実践、ライフワークとして実践しながら、あの伝えることを一緒にやってるね、本当に親友のような方なんだけれども、実は最初ね全然あの、あ、だからつながってるんですよね、今世界に対してこの日本生まれのこの食事をすれば環境問題、食料問題解決するよってことを言いたいので、もう世界的に発信していきたいという思いもあって、うん、ジャパンズヴィーガンが出てきたわけだけど、もともとね、昔はねやり方がちょっと違ったんですね、そうそう、どっちかというと、はい、拳をこう振り上げて反対みたいな感じで戦いモードの人だった。だって小さい時からの何だっけ、小さい時夢は何だったんだっけ、あ、革命家になりたいって、あ、そうそうそう、何を革命しようと思ったの、あ、やっぱりなんか生きててなんでこんな理不尽な世の中なんだろうとか、うんうん、みんな平和が大事って分かっているのになぜ平和な世界にならないんだろうとか、うんうん、それことを、ね、ずっと疑問に思いながら育ちました。あ、そうなんだ、それで、うん、じゃあそこを自分の力でなんとか社会を変えようみたいな思いが強い子だった、うん、そうですねそういう道まっしぐらで、だから英語もね、その通訳もガンガンできて、国際会議でも喋れるような活動もしてた伊藤さんが今や、ね、4人の子供をね、この食事で毎日手料理をして、料理教室をしながら、そしてでもそしてその諦めね、一時期だからもうね、そういう活動とかじゃない方向に行こうと思ったわけですよね。そうですね、もっと戻ると、あのもうそもそも料理とか結婚子育てとかそういうの全然もう興味がなかったんですよ、うん、その私はもう地球とかその世界平和のために人生を捧げて一生一人で暮らすんだっていうふうに思ってたから、そうで、それが一番大事なことで、料理とかそういうのは私はあまりやりたくないって思っていたんですけど、なぜかね由美子さんと出会い雑穀に導かれるように、私もともと東京の国分寺生まれ育ちなんですけど、もうシティガールというか、シティガールではないんですけどねそうでも雑穀に本当導かれるように岩手に移住、あ、そうそう、岩手県育ちになって、そう、でその田舎暮らしで、そうですね、うん、雑穀に
出会い、そして由美子さんに出会いっていう中で、やっぱりね、あの前回の持ち合わで食べてると女性性が目覚めてくるっていう話があったんですけど、まさにそんな感じで、気がついたら あれ結婚してるとかあれ子供が生まれ てとか、あ4人もいるみたいな感じにね、なんかお料理楽しいとか、はい、そのなんか全然すごいよね、この変化って。今これからの多くの人が変わりたい行き先みたいなところもあって、あ、じゃあちょっとその前にもうちょっと聞きたいことあるんだけどこう私がね、これねキーマカレーなんだけど、私がもう一つ大好きな、私インドの料理がねすごく菜食のメニューも多いし、うん、結構日本人的味覚が似てて美味しいんだけど、その中でもねこのパロータという、間に普通はジャガイモの煮たやつとかなんだけど、うん、特にキーマパロータって言って、ひき肉カレーを入れたチャパティの変形のような国民的料理があって、これがね大好きなのから、今日は無理やりでもこれを食べようと思ってなので食べよう。でこれ本当に何入れても美味しいけど、もう小麦粉と塩だけの、はいはいはい、じゃあぜひぜひ、あちょっと待ってね、でお皿どうぞ、ありがとうございます。ね、小麦粉の、ね、ご飯とこれも美味しいけど、小麦粉の間にこうやって挟まった、うん、こうやってのもすごく美味しいので、いっぱいあるから食べて。はい、いただきます。はい、ほら見て、うん、焼きたて美味しすぎる。なんかカレーの時とはまた違う美味しさですよね、うん、これね。そうなの、うん、こうやってねこう組み合わせ、相手が変わると違う個性出してくるみたいなのが料理の楽しさで、うんうん、何しろ面白いんですよ、うん、このなんて地球から生まれた、考えたら生命体じゃないですか食べ物って、うん、この生命体がいろんな個性持っていて、でこうやって火で煮てもまだ生き生きしていて、こんなに幸せそうに料理になってくれて、で組み合わせれば組み合わせるほど無限になんか至福の美味しさというか、今まで体験したことのない美味しさが出てくるのがもう楽しくて嬉しくて、うん、なんかチーズみたいな味もするんですよね、不思議なことに、うんうん、でも考えたらチーズとかバターとかって牛のおっぱいじゃないですか、うん、でまあ経由としてはさ、牛とかって菜食でしょ、ヤギさんとかで牛やヤギさんが食べた、うん、野菜ね、植物によって生まれたあのミルク、うん、ちょっと牛さん経由だけど、でも穀物って考えたら、うん、地球から直に出てくるミルクみたいな、うんうんうん、本当にミルクなのね。で実際みんな知ってるかな、私ある時びっくりした、はあの理科の方に昔 見たら排乳って書いてある、うんうんうん、ご飯です、ね、あ、おっぱい、あそうだ、穀物ってこれおっぱいなんだな、地球のおっぱいをこうやって直接食べたらそりゃ健康になるよねっていうことで、うんうんうん、いや実際そうなんですよね。私も雑穀をねちょっとだけ育てているんですけど、実ってまだこうカチカチにこう成熟して固くなる前の穀物、あとなんか米とか麦もそうなんだけど、途中で潰すと中から白いミルクが出てくるんですよね。で穀物の場合こうね、全然保存的にも冷凍庫も冷蔵庫もなく保存できて、で野菜はね結構料理するとシューンってこうほとんど 85% 水分らしいのでふじゅっとなってしまうのね。だからいっぱい食べてもなんか満たされないんだけど、穀物ってね炊くと3倍とか5倍とかに増えて、うんうん、ってこんなにこう利回りと効率のいいこう地球のおっぱい、だって赤ちゃんっておっぱいしか飲まないよね、うん、そうそうそう、だとしたら人間がご飯しか食べなかったの、うん、あ納得とかね、いろいろ納得して、うんうんうん、あこういう本当のことみんなあまりにも難しい、うん、なんか栄養取るの難しいと思うけど、赤ちゃんおっぱいしか取ってないよ、私たちご飯食べればいいんじゃないみたいなことが、赤ちゃんを育てながら、私も何人も子供育ててるので、うん、育てながらなんかだんだん、あおっぱい、あ地球のおっぱい、あこれ地球のおっぱいみたいな気持ちにだんだんなってきてあだからおっぱいで飲まなければダメじゃんみたいな、だから逆にね、うん、あのチーズ、同じ動物性でもチーズとかっていうのはその、うんね、こう元本取り崩しじゃない感じの利回りで食べるみたいな感じで、うんうんうん、でも元は植物なんですよね。そうですね、そうそうそう、うん、だからそこを許容する、それしか、うんうん、本当に
な作物が豊かじゃないとこは仕方なくそれを食べてたけど、うんうん、でも肉をこんなにも日常的にボンボン食べるっていうのは、うん、よっぽどご馳走で世界的にも珍しい、うんうんうん、だからなんかそういうその入れ、ね、本来じゃないような食事は日本だけじゃなくて世界中の人がして苦しんでるのかなと思ったら、うんうん、日本はすっごい最近までこんな素晴らしい食文化こういう食材が整ってるんだからと思ってなんて思ってるうちにその話してたらそうなのもうね、実際はこう今までと真逆だけどでずっと思った革命あそうある時って革命あ願い叶ってるじゃんっていうその話をね願いが叶うなんかある時私がこの料理を一生懸命こうやって喋ってたりセミナーやってたらなんか戦わないなんか平和な美しい革命の姿が見えたとかってそうなんか、うん、そうか最初は私も全然こう、ね、現代食っていうか添加物とか砂糖とかで味覚がもう完全に麻痺していたので、うんうんうん、食べてもね正直あの当時は美味しいってあんまり思わなかったよく分かんなかったなんでこんな変わったことするのかなってしか思ってなかったし変な人とかねそうでなんでこの人たちこんな料理ばっかりしてキャーキャー楽しんでるのみたいな世界は大変なのにって思ってそうそうそう最初はねすごく批判的目がねいっぱいそんなにポジティブでいいのとかそうそうそうこんなキャーキャー言ってるだけでいいのみたいな、うんそんなね、料理で遊んでる場合じゃないでしょ、うん、みたいなオーラがこう来た。でもちゃんと話を聞いてあそういうことなんだって腑に落ちて、まあ、私はどうしても頭から入っちゃうのであだったらっていうふうにこう自分でも身を見まねで作ったりとかあとそのイベントの、ね、帰りに山形の由美子さんの暮らしの拠点に連れてってもらって本当暮らし丸ごとも由美子さん自らもう醤油、ね、醤油振ってとかそうあの建物とかあの周りの、ね、畑とかも本当にこう環境と調和した暮らしを口だけじゃなくってもうちゃんと実践しているっていうことですごく感銘を受けてでも見る目が全然変わったんですよね。でそして自分もでもさそうは言ってもそんな急には人は変わらなかったのでそうでも結婚して、まあ、子供が生まれてっていう中で自分もこう実践してったらどんどん変わっていきましたね。で子育てがね本当でも楽です。あのさっきね おっぱいの話だったんだけれども私も4人ね母乳で育てて、うんうん、それだけじゃない本当子供たちが超健康に育つ、ね、からもうその辺に置いとけば育つじゃないけどそうそうなんで医者に行くないんだよね。そうだからね私4人ね子供育てて長男が19歳なんですけど19歳4人子育てしていて内科の病院に連れてったのにたった2回なんですよ。であとはこうお家で見守られたりすごい治癒力が高くってなんか朝なんかおたふくで腫れてましたねと思ったらもう昼頃には引いてたりとか、うんうんうん、私が 2,3 日留守にしている間になんか水ぼうそうかかったみたいとかって連絡が来てそうお家に帰ったらもうどこが水ぼうそうだったのぐらいに変わった治ったりとか、うん、なんか体が本来の食べ物を食べると体が本来持ってる働きが勝手にするから本当にね病気にならないんだよね。であともうすごい食欲っていうかもうパワフルな食欲でね美味しそうにね美味しいうまいね美味しいねって食べる子どもたちが本当楽ちんなんでそんなことをねこう子ども山ほど同士というところでそうなんです。そしてJBATにジャパンズヴィーガンつぶつぶの方でも子育ての方もね応援したいということで里なし子育て情報ライン月1回オンラインで情報交流会もやっていこうということで今年はこれに力を入れていこうと思ってます。4月にはもう、ね、情報ラインができるのでぜひ登録してくださいね。それでその実は今問題はね最初はこうどっちかというとヴィーガンっていうのは肉とか動物愛護のために始まったから肉を食べないっていう感じだったんだけどそこに行っちゃうのでみんなねこうみんな優しいから普通にね今の人はどんどんこう肉はやめられちゃうの簡単に特に女性はあるいはこう優しいタイプの環境系の男性とか肉はすぐやめられるんだけど砂糖が悪いってことがねほとんどある時まで知られてなかったしあと砂糖がねもうどこにも他にも入ってるのともともと糖分って日本に人間ねおっぱいって糖なので、うん、糖分に弱いのでもう一度この強烈な甘さを食べちゃうと中毒してしまうのでなかなか砂糖でせっかくの努力が砂糖で水の泡みたいあるいは知らずに砂糖中毒になってるとかっていうのを分かってそれで一番悩んでるのがやっぱりこう
なんていうの、女性の生理前生理後、自分の感情でとか、あとずっといくと更年期とかで悩んでるのが結構それだったりとか、あと一番はね、こう妊娠なんていうの、結婚してさあ子供ができる前にこの食事をしてくれて砂糖を抜くと素晴らしく楽ちんなこう結婚生活、こうその子供を育てるってできるので、なんかもうこれから結婚しようみたいな世代の人にぜひこれに出会ってもらいたいっていうのがすごくあるよね、それで特別にこの、 あの情報、そうだ、砂糖なし子育てっていうテーマでお伝えしないと、こうこのただビーガンっていうジャパンズビーガンの使命は、やっぱり日本は砂糖、もう戦前まで料理にもこう料理に砂糖を入れるっていうこと、あるいはそんなにスイーツを食べるって習慣もなく、実はみりんすら使ってなかったってことを歴史で調べて、もう戦後こんなに砂糖中毒になっちゃった日本人が、まず脱砂糖も大事だなってことで、 そこからやりながら、でそれをなんかやめるっていうよりは美味しく食べようということで、もう今もね、あ、もうペロッと食べてます私も食べたいけどつい喋ったでも本当にね、このちゃんとした油、ちゃんとした小麦粉、塩、ちゃんとした素材だけで、本当に塩味噌醤油しか入ってないような料理が本当に福井くと美味しくてっていうのをね、こうやって全くね、社会運動家になるぞとか言って結婚もいいぞみたいな人が、でもこれやるのが、ある時言ってくれたのがすごく嬉しかったのが、自分がちっちゃい時から持ってた革命はをの気持ちがこれをやれっていうことだったの。このやり方だったら自分のね、だから革命のやり方っていうのがこれじゃないんだってことをね、こう伝える人としても活躍してほしいななんて思っているので、本当にこう JBAT の育つのがとても楽しみです。今日はね、もうこのキーマパロータ久々に食べれて幸せです。はい、じゃあ来週はいよいよね、スイーツを一緒に食べようかと思うので、砂糖なし子育てなので、あ、そうですね、ぜひぜひあの、ね、体、心、地球が調和するような美味しい料理をみんなで、その輪を波紋のように広げたいと思うので、子育てラインね、はい、砂糖なし子育て情報ラインをぜひぜひ皆さん登録してね。はい、じゃあ今日も来週スイーツ待ってて、ありがとうございました。ありがとうございました。